西山マックスと申します。販売員をやらせていただいてます。細いパンツとかはやっぱ普段から履くんですけど、まあ、そこをベースになんか適当なやつをパッて取っただけなんですけど、この髪型は2年ちょっと前くらいから、中性的イコール個性的というか、何かしらの手段を取ってこう自分の持ってるものっていうのを出す、そういうことができる人っていうのは魅力的なのかなっていう思いはありますね。ジャケットが好きなんですよね。肩とかが落ちた、まあ、いわゆるドロップショルダー、最小サイズで選んでもちょっとこう大きめになるように作られてはいるので、すごく気に入って着ています。服は物として好きですね。そのデザイナーにしかできないものを自分は見て買ってるっていう感覚なんですかね。買って2、3年経つものでも着てないものもありますし、でも着てないものの方が多いと思いますね。